はい、皆さんこんばんは。今はね、13時57分なんだけど、今ね、妊娠の11週プラス2日ぐらいで、私ね、今本当にもうすっごいムカついてて、いや、マジで妊娠してから2回目こんなになってんの。あの、旦那さんと離婚しようかって考えてんの、マジ2回目なんだけど、まあそもそもね、ちょっとホルモンバランスがさ、もう今こんなんだからさ、妊娠中。だからっていうのもあるかもしんないんだけど、本当にムカついて、もう何なのみたいな、なんで私一人で頑張ってんのみたいな感じに思っちゃってさ、まずね、まあこの時間にさ、まだ旦那が帰ってきてないんだけど、あの飲み会に行ってます。その飲み会は会社の方と行ってるんだけど、でもそれは必須とかではなくて、そういう接待とかでもなくて、まあただその部署の方3人で、飲みがあるけど、行くか迷ってるみたいな。けど、まあ、行きたいって考えてるみたいな感じの話を昨日相談されて、まあ、行きたいんでしょみたいな。じゃあ、もう行ってきなって私、もう、後押しをしてあげたわけ。そしたらさ、普通はさ、妊婦、今ね、一人で家にいるわけだし、妊婦はね、そろそろ寝なきゃいけない時間なんですよ。まあ、遅くて、いつも12時には寝るようにしてるんですけど、まあ寝れない時もあるんだけど、でも赤ちゃんのことを考えて、あと1分で12時なんだけどさ、まあ寝た方がいいじゃん。まさかさ、12時までに帰ってこないと思わないじゃん。普通はさ、妊婦にちょっと気遣って12時までに帰ってくるようにする。だっていつも寝てるのが12時だって分かってるし、しかもさ、私だったらなんだけどさ、私だったらね、あの飲み会に行ってるとはいえ、あの夜なんか食べたみたいな、今仕事終わったんだけど今から飲みに行って、だいたい何時頃に終わって何時に帰ってくる予定ですみたいな、そういう報告はね、私だったらするわけ。そういう報告っていうか、まあ、そういう連絡もさ、一切なくてさ、なんかすっごい私何なのみたいな感じに思っちゃって、私一人で頑張ってんのみたいな。まあ普段はね、旦那もすっごい頑張ってくれてるし、あの気遣ってくれてるから、ほとんどね、家のこと旦那がさ、今頑張ってやってくれようとしてるんだけど、でもさ、私もさ、今いろいろと食べれない中で、いろいろとね、今友達に実際に遊びに誘われてても、私断ってんの。とりあえず安定期に入るまでは家で安静にしてようって思ったりとか、まあそもそも今体調がすごい不安定で、つわりとかもすごいし、出かけてもね、多分友達に迷惑かけちゃうっていうのもあるけど、私だっていろいろと我慢してる中で、旦那さんがさ、もうめーめーキャーキャー、さっき電話した時もさ、すっごい向こううるさくて、わーわーキャーキャー騒いでる。多分周りのお客さんなんだろうけどさ、それを聞いてさ、もう今何時だと思ってんのと思って、もうこのクズって思って、もう本当にもう帰ってこないでみたいな。もう帰ってこなくていいからと思って。本当にちょっとごめんなさいね、みんな。こんな私バーって愚痴ちゃって。まあ、こんな感じでさ、妊婦の多分ホルモンバランスがさ、今本当にこうなってる中で、っていうのもあるし、あとそもそもその、やっぱりさ、妊婦にさ、私は一人で頑張ってるんだって思わせない方がいいと思うんだよね。なんで私一人で、もう元々さ、今体にもすごい負担かかってるからさ、まだ妊娠初期でさ、友達ともそんなに連絡取ったところで言えないし、妊娠してること、親も親でさ、普段親のこともあるし、なんか本当にだから身近で支えてくれる人、身近でさ話できる人がさ、本当に限られてくるというか、もう旦那さんしかいなくて今は。なんかさ、妊娠生活はすっごい楽しいよ、幸せだよみたいな感じで、周りの友達がね言ってたんだけど、何も楽しくないわと思って、未だにさ、ちょっと楽しいって思うことがさなくてさ、なんかこれにも気をつけなきゃいけない、あれも気をつけなきゃいけない、そもそもつわりもある、何も食べたくないんだけど、でも何かしら食べなきゃいけないみたいな、お腹が常にすごい張ってて、腰も痛いし、まだ妊娠初期だけどさ、もう結構いろんな症状が出てきてるんだけど、多分普段から運動してなかったからだと思うんだけどさ、なんか腸がほとんど動いてないだって、私の腸は。だからあと骨盤がもともともつれちゃってるから、だから多分普通の人よりも症状がひどいのかもしれないんだけど、とかね、私何言ってんだろう、ちょっと話が飛び飛びだけどさ、まあとりあえずそんな感じで、でもとりあえずさ、12時までにはさ、
帰ってきてって思う。まあ確かにね、旦那も旦那で大変、仕事もしながらこんな妊婦のね体調もそうだしさ、その家事とかもね、ほとんどね今の家事とかは旦那がやってくれてて、だからその二人三脚でさ頑張ってるからさ、仕事も忙しいし、だから旦那も旦那ですごい大変だと思うんだけど、まあみんなちょっと大変だよね。だからさ、私さ今本当に妊婦生活をさ楽しいと思えないんだけど、本当に楽しいと思えない、なんか幸せともならない、早く終われって思ってる、本当に早く終われって思ってる。うん、そう、私妊婦のさその経過もね動画にしようとして、最後に多分撮ったのが7週目の時とかかな。ちょっとそっからねつわりがひどくなったりとかして、あんまり体調も心のこの情緒もね安定じゃなかったから、撮影を一切してなかったんだけど、お腹の赤ちゃんはねすくすくと育ってると思いますね。まだね前回行った時は9週目とかだったのに、もうすでに赤ちゃんがね微妙にこうウィーンって動いてたから超可愛いと思って、そういうのに癒されたり、まあ、やっぱ赤ちゃんの姿をねちゃんと確認できると頑張れるよね。ちょっとごめんなさい、こんなに愚痴しちゃって、今すごい心が安定してきた落ち着いてきた。私さっきめっちゃ愚痴したよね、これ動画に出していいのかな、めっちゃ愚痴してた気がするわ。うん、なんか今落ち着いてきたわ。すごいさ、私の言い方的に旦那さんが邪悪な人に聞こえたよねきっと、ごめんなさいいやーもうでもなんかムカついたのは本当。まあそんな感じでこれもリアルな妊娠生活ですね、こういう情緒不安定だったりこういう愚痴だったりもね、まあ、皆さんも同じこと経験してたりするのかな、まあ、もしかしたらねしてるかもしんないし、してないかもしんないし、ただね妊婦はこういう風に思ってるよ旦那さんっていうのをね分かってもらいたいね。私たちは私たちでさ、優しさをさとか気配り思いやりをさできるだけこうやってるつもりでいるからさ、せめてだから12時までには帰ってくるようにしようね。うん、私別にワンオペ妊婦になりたいってわけじゃないから、はいっていう感じで皆さん愚痴を聞いてくれてありがとうすっきりしました。早く応援生活が終わりますように。今がねピークなんですけど、9週目10週目ぐらいがピークで、今11週目だけど、でもまだね応援ってなるね、肌荒れもねこの辺には全然できてなくて、ニキビとかほんと集中的におてこにできるようになってますね。これね私一個思い出しててさ、友達にさ妊娠してること言えないからさ何も聞けないんだけどさ、でも一回ある友達が妊娠してる時に会った時に、その友達もねおてこにボワーってニキビができてたんですよ。だからこれはきっとそういう症状なんだろうなって思ってます。今ほんとひどいよねボワーって。つわりもひどい時はさ本当に何もする気にならないからさ、もうお水だけでシャーって顔洗って、あともうスプレータイプの化粧水ブワーってふっかけて終わり、うん、その後乳液すら塗らなかったりしてます。そう、歯磨きするときが一番きついかも、つわりしてるとき。もう歯磨きしながらおえおえってなるからさ、だから歯磨きもさもう30秒くらいで終わらせたりしてる最近は。もうブワーって磨いてはいもう終わりみたいな。でもね必ずその後に超おえおえおえってなるけど、歯磨きこそ戦争かもしれない。なんかね妊婦って虫歯になりやすいって言うからさ、ちゃんと歯は磨いた方がいいんだろうけどさ、もう今もうそういうレベルじゃない、もう無理無理13週目になると結構落ち着いてくるみたいだから、13週目までね落ち着いてくれたら嬉しいよね。うん、そしたらまたいつも通りにね動画を撮ったりとかしていきたいなと思ってて、もうね私2ヶ月ぐらいね動画を編集更新できてないんですよ。ちょっとねそれはね本当にもうちょっと元気になってきてからやりたいなと思ってるんで、今のこの状況でさ、うん、あんまりねちょっと動画をさ更新したくないなと思ってはい、ってな感じで皆さん愚痴を聞いてくれてありがとうございました。
はい、旦那さんは帰ってこないけど、もう私はね、寝ようかなと思ってます。今12時15分ですね。もう寝ようと思います。おやすみなさい。